はい、今回はフレックスベルの使い方をご説明してまいりたいと思います。フレックスベル、可変式のダンベルなので、重さを調整することができます。今ここにちょっと見えづらいんですけど、2っていう数字が表示されてますね。なのでこのまま持ち上げるとこれで2キロになります。で、真ん中のグリップを回してあげると4に回りました。4になったので、これで持ち上げると4キロです。こういった形で真ん中のグリップを回してあげると重さがどんどん変わっていきますので、結構高重量でトレーニングしたい方とかはぜひぜひ使ってみてください。